今回カーローズファミリーはずっと行きたかったカフェに行ってきました。今日はママがねずっと行きたかったカフェに行きます。日置市の伊豆園橋の方に向かっています。りくくんは寝ちゃったよ。まだみんな朝ごはん食べてないので朝ごはんを買いに来ました。ちょっと軽く食べてそのカフェの方に向かいます。出てどい。朝ごはん調達は太田ベーカリーさん直売店に来ました。ここねちょっと安いんですよね。お、ケイ君入りましたね。ケイ君は焼きそばパンにしたそうですよ。おいしい。ゆうちゃんは何にしたんですか？チキンロールです。おいしい。おいしい。デザートはアップルクリームデニッシュ。おー、おいしそう。ママが買ったのはこちらですね。パンの耳162円。見てください、ごっつい入ってます。このラムレーズンサンドはカイ君が選びました。これはスポンジとパンの切り落としですね。133円。これはですね詰め合わせです。リク君どれが食べたい？選んで。どうぞ。美味しそうだね。かわいい、うん、かわいい色してる。腹ごしらえをして向かいますね。はい、レッツゴー。あ、看板がありましたね。行きましょう。着きました、ももちゃさんです。かわいい。あ、ずっと来たかったので嬉しいです。ママは蝶々が飛んでおります。ここから入るのかな。入ります、ね、じゃあゆっくり前に進みましょう。はい。ここももちゃっていう名前のところでしょ。はい、そうですよ。ママがねずっと行きたかったのよ。でね、さやちゃんがね気に入りそうな場所だから、さやちゃん好きそうな場所だと思って、ちっちゃいもの持ってきた。ちっちゃいもの持ってきた。これが答えですよ。これが答えですか。おお、すごい。かわいいですね。かわいいリスさんがいた。リスさんがいたよ、カイくん。ハートトミー。歩いているといろんなところに置物があって発見する楽しさがあります。あ、かわいいね。今ね七夕なんだね。恐る恐る扉を開けるとそこは雑貨屋さんでした。洋服やアクセサリー、置物が取り揃えてありました。売り物ですよ。売り物ですよ。それ欲しいってどれ。それ欲しいって。ドアを見つけて開けてみると中には小物が置いてありました。こういう飾りが女心をくすぐりますね。かわいい。全部欲しい。かわいい。かわいすぎるでしょ。全部作ってる。作ってる、作ってる。手作りです。見て、トイレがかわいい。手作りで作ってあるそうですね。トイレ行ったよ。トイレ行ったの？本当？かわいいな。待って、トイレが恐れすぎる。ちょっとびっくりした。わお。鳥さんがいますね。ここにも。これはトイレをしながら楽しめますね。いやー、すごーい。奥の個室に通していただきました。なに、ここ何なの？サンタクロース。サンタクロース。すごーい。これ全部手作りなんだ。階段下のスペースには可愛い街が広がっていました。めっちゃ可愛い。いいね。あ、カイ君絵本があったね。超可愛い。これも。まずはスープが到着です。すごいです。何だったのよ、見せてよ。扉があると開けてみたくなります。本がある。こんな可愛いカフェに来たことがないので子供たちもワクワクドキドキしています。楽しいよ、メルヘンの世界だな。ちっちゃいね。おお、はい、はい、ありがとうございます。来たー、かわいい。見てみよう、ほんとだ、フライパンがここにある。ここにほら、ももちゃって書いてある、このクッキー、ほら。でかーい。パパ食べたい。おいしい。香ばしい味わい。おお、こやうまいっていうかね、ミニチュア大好きなのよ。だよね、ミニチュア大好き。あ、家からコレクション持ってきたわけですね。これがウーロン茶。ウーロン茶、はい。
うん、森永ミルクね。かぼちゃ。お、かぼちゃね。いろいろ持ってきましたね。そう、ブルガリアだと思ったけど、プチガリアです。お、プチガリア。トウモロコシ。へぇ、東京バナナと納豆ね。すごいね。色鮮やかなクリームソーダがやってきました。焼きカリームが来ました。こちらはフォンダンショコラです。もう飲んでいいの？うん、飲んでいいよ。美味しい。夏休みだけ特別ですからね。本当よ。これ現実かも。ママずっと来たかったんですよね。美味しい。これフォークもなんか枝みたいなフォークで面白い。あ、本当だ、スプーンもだね。酸っぱいってた。酸っぱい。私もか。とろっとした。あ、本当、泣きそうになったの。今日コレートだね。これどうなってるんだろう。ポテトサラダか。ポテトサラダ のっけて食べるんじゃないかな。ママ連れて行ってありがとう。はい。ママ連れて行ってくれてありがとう。食べてみる、ケイ君。これ食べてみていいよ。メレンゲかも。メレンゲって。メレンゲっていうのは甘いやつよ。卵の白身のやつ。これ取って食べてみて。はい。甘い甘い甘い。砂糖で作るさ、あのメレンゲのお菓子だよね。そうそう。うんうん。それだね。ママいただきます。念願の桃茶でシフォンケーキ。うわお。これリンゴかも。リンゴだ、パリパリになってる。おみしく完食。うん、お利口さん。りくんがスープ全部飲んだみたい。あんたすごいわね。あんたすごいわねって。うん、はい、お利口さんでした。あ、でも美味しいよ。うん、あ、すごい。店内には至る所に可愛い飾り付けがしてあり、とても楽しめる空間でした。食事の後は庭の見学をすることができました。バイバイ。涼しければね、お外でも食べれるんだけどね。こんな庭があったら大人でもテンションが上がります。はいはい。いや楽しいね。いやーすごい。メルヘンな世界でございます。あ、ここもほら座れるベンチになってるんだ。はい、呼ばれますね。ついてくるよ。衣服についてくればいいの。ここに、うん、こっち来て、うん、かわいい。雲ほった、行ってた。あー、そこにね。うん、雲もいましたが、ネズミちゃんには気づきませんでした。いるのよ、それぐらい。いや、かわいい。電話がある。ママ。はい。ママか、すごい。何が怖くないよ。お庭にはたくさんの小さな個室がありました。もう少し涼しくなったら外で食事をするのも良さそうです。桃茶行ってきましたね。どうでしたか。美味しかったし、可愛かったし。可愛かったね。ミニチュアがたくさんね、手作りのものがあって。美味しかった。美味しかった。美味しかった。なんか言った。美味しかった。美味しかったね。何が一番美味しかったですか。クリームソーダ。クリームソーダ綺麗だったね。僕もクリームソーダ。シフォンケーキもね、可愛かったね。飾り付けがとっても可愛らしかったです。夏休みの思い出になりましたね。はい、やりましょうかね。暑かった。はい、暑いね。どうぞ開けててください。はい、バイバイしましょう。バイバイ。ボタンも押してね。チャンネル登録もね。バイバイ。コメント、グッドボタンよろしくお願いします。ととしくね。